はい、どうもすみません、ピアノが弾けるようになる方法4回目です。はい、で、まあ、私はこのね、あのこういうこうコードっていうんですね、これをあの別に覚える気はなかったんですよ。ただギターやってたので、できたんですよ。あ、これあれギターとあれってこう結びついたんですね。だからギターやってくださいっていう話じゃないんですよ。でもね、ピアノだけでいいんですよ。ピアノやりたい方はですね、まあ、ギターもやりたい方はまあ両方ねなさってください。はい、それで、今回は4回目でですね、まあこのドミソですよね、これ覚えればいいだけじゃないですかね、ドミソ、まずドミソですよね。でこれちょっと移動しますよね。これで別にお前そんなことわかるよっていうね、わかると思うんですけど、でもこれが全てじゃないですか、それであとはこれとこうなりますよね。これがもうこれで結構幅が広がるわけですよ。これわかりますよね。このこうね、ちょっとずれて、だからこれだけでも楽しいじゃないですかね、1丁目2丁目3丁目4丁目ってずれただけですよね、でこれでこういうふうにこう遊んでるとこの音で遊んでればいいんですよね。それでそのまあコードネームっていうのを覚えるといいですよね。でコードだってだからドからシまで12個しかないのでコードネームは7個しかないんですよ、あの A、CD、まあ、ABCDEFG ABCDEFG でいいんですよね、ABCDEFG ですよすいませんABCDEFG で26個もないんですよ、はい、で1回目にね音符に仮名を書いてくださいって言いましたよね。今回4回目であの再生リストもやってますので、再生リストもね、あちょっとあの、まあ、自分のページ作ったのでちょっとそこからそこに書いてますけどね、ここのあれにダイレクトなんかもうちょっと管理できなくなっててですね、ちょっとねもうあのもう結構3000本超えたんで、やりづらいんです、すみません、あのページ作る方がね楽なもんですから。それでですね、はい、あと何ですかね、でこれなんですよ、それであとはこれをなんかまあいろいろ楽譜見てるとですね、まあこういうようなパターンとかですね、こういうこうパターンがあるわけですよ。そういうのがこうあのいろいろ見ていると出てくるので、それであの一個のパターンを覚えるじゃないですかね。あの1個のパターンをもうとにかく覚えればいいんですよ。そうするとそのパターンでどんな曲でも弾けるんです、このねこのドミソ、これを覚えればですね、そういうことなんですよ。よろしいですか、わかりましたでしょうか。
まずこのドミソを覚えて、それでそのなんかこういうね、今のは渚のアデリーヌって曲なんですけどね、あとまあこの私リチャード・クレイダーマン大好きなんで、リチャード・クレイダーマンさんね、あの、はい、それでもうすごいピアノを異常に好きになったんですよね、羽田健太郎先生と、リチャード・クレイダーマンさんね、で、うん、で羽田健太郎先生が一番もうずっともう大好きなんですよ、はい、それでですね、これじゃないですか。で、あとはそのパターンっていうのが載ってんですよ、いろいろね、あのあとね、いろいろな、うん、本見ていただければね、載ってますので、載ってますので、はい、それからですね、まあ、これがこれちょっとこれ難しいかな、まあこれだけでもいいですよ、まずちょっと、まあいずれですね、いずれいろんなキーっていうか、うん、だからちょっとこれ名前とかもう覚えなくていいので、こうずらしてみる、全部ですね、この隣に隣隣っていう感覚がですね、この3回目でやった半音階ですね、これが隣なわけですよ、これの隣はこれ、これの隣はこれ、はい、これはドですね、でこれドのシャープ、ドのシャープ、ドのシャープで、レがあるのでレのフラットなんです。だからドのシャープとレのフラットは同一の人なんですよ。よろしいですか。推理小説じゃないですよ。ドのシャープとレのフラットの方はこの方ですね。ある時は、看護師さんなんですよ。ね、今話題のね、医療従事者なんですよ。で、ある時はレーサーなんですよ。うん、F1 レーサーなんですよ。同一人物なんですよ。ね、はい、そういうことです。はい、どうもすみません。はい、レのシャープとミのフラットは同じ人なんですよ。ね、ね、こういうことですね。はい。で、ちょっと今日はこれもやっちゃいましょうね。ミのシャープ、ミのシャープ、ミのシャープっていうのあるんですよ。ミのシャープはファなんですよ。ね、隣だから。これ分かればもう全部じゃないですか。ミのシャープはファですね。ファのシャープはいいですね、この黒でね。いいですよね。はい。で、シのシャープはドなんですよ。はい、シのシャープはドなんですよ。いいですよね。シにシャープ、まあそんなにね、出てこないかもしれないですけど、シのシャープはドなんですよ。はい。ミのシャープはファなんですよ。逆、ファのフラットはミなんですよ。ね、ファのフラットはミなんですよ。だからミはミはミは、あるいはドは、うん、ドはシのシャープなんですよ。ドはシのシャープなんですよ。わかりますか？わかりますよね。わかりますね。ミはファのフラットなんですよ。ミはファのフラットなんですよ。でもミなんですよ。だからミでいいんですよ。うん、みかんのミですよ。あと、みがつくものって何ですかね。うん。うん。耳づくのみですよね。はいはい。何言ってんだって。はい。はい、どうもすみません。はい。こういう性格なので許してください。はい。そういうことで、これをですね、こうずらす。ちょっとずらしてみる。もうゆっくりでいいんですよ、ゆっくりで、ゆっくりで、ゆっくりで、で、こういきますよね。で、ここでほらね、2丁目にずれるわけです。2丁目、1丁目、2丁目ね、まあまずこれですよね、はい、ね、それで、で、なんとなくこうなんとなく分かってくんですよ。なんとなく、これをこうずらしていくと、またこれはなんでダイアトニックとかなんとかってね、うん、それは
そんなの別に覚えなくていいんですよ、うん、覚えなくていいんですよ。覚えて、覚えたい人は覚えてください、いろいろね。覚えたい人は何でも覚えてください。はい、ね、そういうことなんですよ。はい、これぐらいで何か伝わりましたでしょうか。はい、であとはこのね、あの、まあ、だんだんやっていけばですね、こう、これですね、これもこういう風になってくるわけですよ。これもこういう風になってくるわけですよね。だからあ、なんかもうちょっとちょっとってね、めんどくさいじゃんってなってくると思うんですけども、あの別にそんな焦る必要ないので、全然全然ね、それできたからなんだってね、あのできますので、全然ただ隣にずらしてることですね。はい、このぐらいで何か伝わったでしょうか。でよくわからない方はですね、コメントくださいませ。はい、あの、はい、あのね、あの分からないんじゃ、あの困るんで、あの分かっていただかないと困るんですよ、私。ね、これですね、これまずこれをやってみていく、これね、あの真ん中お兄さん指があの黒ですからね、これね、あのあの賛成と被害者の会とですね、会の方とですね、賛成と被害者、賛成党の方じゃないですよ、賛成党じゃないです、賛成党被害者の方とですね、あのあと有名なですね、貧乏さんっていらっしゃるんですよ、あのミュージシャンのね、貧乏さんがフォローしてくださったんですよ、あのツイッターね。あと羽田音楽事務所さんですね、あとあの有名なコスモピアニスト先生、あのツイッターフォローしてくださってね、あの、はい、あのツイッターでぜひね、あの、まあ、フェイスブックでもいいんですけど、あのフェイスブックは無料通話できますので、はい、無料通話ね、あの LINE でも結構ですけどね、 LINE ってね、あとなんかいろいろね、なんか今流行りのチャットなんとかっていうのはちょっと私まで全然わかんないんですけど、まあ今そのやる気もないんですけど、うんうん、まあもう現状でも十分なので、はいはい、どうもすいません。はい、そういう感じでですね、あの、ね、SNS って便利ですね。はい、本当にね、うん、今すごいですよ、ツイッターってね、本当すごいすごいことになってますよ、うん、はい、あ、それでね、あのね、 NHK がね、どうたらこうたらってね、 NHK がね、謝ったんですよ、ついに。こんなことね、今までなかったですからね、うん、これはなかったですよね、すごい余計な話入っちゃってどうもすみません。はい、4回目ですね。はい、でまあまた5回目もあのなんかね絶対あるので、あと何でも書いてください。はい、何でも結構です。あの、うん、これはどうですかとかね、うんうん、あの楽譜についてはこの間あの言いましたんでね、楽譜はちょっと私もちょっとやってみたんですけどできないんですよ、うん、もう楽譜手書きなんでね、それとまあこのアレンジっていうのはね、ちょっとね、こうね、毎回違うので、でね、同じ音できないので、あのアレンジっていうのはあのあれなんですよ、同じ音符を弾きたくないんですよ、同じ音符をね、なんかちょっとでもいいから違うんですよ。はい、また5回目録画したいと思います。はい、どうもすいません、失礼します。